それぞれの心の中にそれぞれのケネディ元大統領が今もなお生きているという感じで、まあ、人気の高さがまだまだ続いているという感じです。そうですね、はい、ワシントンからシンボリ首長でした。というわけで、ね、50年経ってもそのやっぱりケネディ家に対する関心の高さですね。どうですか一茂さん、改めてこのケネディ人気っていうのはもう全く衰えないな。50年も経ってる。だからまあその暗殺という非常にネガティブなねリポートではあったんだけども、はい、まあ、その時の映像って我々何度もいろんな番組通じてもう記憶に我々ももう残っちゃってるし、またそこを跟ね返してね、今回の駐日大使 あのキャロラインさんはやっぱりいつも笑顔でね、ポジティブでね、優しいっていうようなところ素晴らしいことだなと思うんですね。吉野さん、この息子さんがもうすでに20歳でこれだけの存在感を発揮してるね。私も祖父だって言っただけでみんながこのケネディというものを連想しますから、やはりこう何でしょうね、こうその存在だけで、まあ、ある何か結束をこうあの作れるっていうのはアメリカではなかなか珍しい。あのキャロライン大使もどっちかっていうとあの皇室外交に近い外交を展開するのかなっていう気がしますよね。以上にやっぱりケネディさんということで注目されますね。そうですね、さらにアメリカ側としては、今までちょっと最近対日軽視なんじゃないかと言われたの、いやいや、やはり日本が最も重要な同盟国でありパートナーなんだよと示すことになりますし、日本側としても、日本との外交関係を大切にしてくれているなというメッセージ。